東に住む人は幸せ、生まれたばかりの太陽、一番先に見つけることができるから北に住む人は幸せ、春を迎える喜びを誰より強く感じることができるから南に住む人は幸せ、いつでも花の首飾り、愛する人に捧げることができるから西に住む人は幸せ、いつも終わりに太陽、明日の空へ見送ることができるから生きていることは幸せ、悲しい時もあるけれど